ありがとうございます。スリランカコロンブ別院からアシャンセイランと申します。それでは本日のご訪問を拝見させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ご教化に妻や子に新人をさえ移りよかば宝を残しおくというもの。妻や子に新人をさえ移りよかば宝を残しおくというもの。物流街道日戦省にお示し遊ばされましたご教化でございます。このシャバ世界で生きている私たちボンボの考え方は、妻や子供、家族に家や車両やお金などを残しておくのは何よりも大事であると思うことです。しかし、本当に家族のためになるのは、上行書伝のお題目のご信心を伝えて、このご信心を紹介することであるのでございます。ご信心を残しておかば何よりも将来的に一番大事なものであるとお教えいただくご教化でございます。ご教化を再拝させていただきます。妻や子に新人をさえ移りおかば宝を残しおくというものとお示しでございます。このご教化には問題があります。問題にはおんでし旦那へのお戒めありとお示しでございます。私たちボングは死ぬ前に家族と子供に何を残した方がいいのかと悩むものであります。家なのか車なのかお金なのか土地なのかいろんなものを残しておくために一生を過ごしてしまいます。しかし私たちが残しておくのは幸せの種になるのか苦しみの種になってしまうのか考えておくのは大事であります。世の中一般でいう財産をどのぐらい残しておいてもそれは本当の幸せにはならない可能性もあるのでございます。ですから財産を残すよりもご信心をしっかりとさせていただいて発頭相続をできて、そのご信心を家族、子供やお孫のために残しておかば、家族や子供が幸せになるのであると教えいただくご教化でございます。パードッカ組のご信者さんであるマンリカ・セーナナーヤクさんのご利益談を紹介させていただきます。マンリカさんの家族はご主人と一人息子でございます。ラヒルと呼ばれるその息子は小さい頃から勉強が嫌いでした。学校へ行きたくない、勉強をしたくないと言って毎日泣いていたそうでございます。ある日、お母さんが彼を連れて塾のクラスへ行っていました。行く道は水田の中を通っていました。その水田通すとき、ラヘル君は授業へ行きたくないと言って水田に飛び込み、全身を泥で覆うほど泥を浴びることにしたそうです。また母親にも泥を投げたそうでございます。彼はそこまで勉強が嫌いだったそうです。ラヒル君は私の妹と同学年であったので、塾は一緒でした。うちのお母さんは妹を塾へ連れて行って2時間ぐらいそこで待っていて、塾が終わったら妹を連れて家に帰るようにしていました。ある日、母は待っている間にラヒル君のお母さん、マリカさんは泣いている姿を見てそばへ行って声をかけてみると、息子はなかなか言うこと聞かないので苦しんで悩んでいるということでした。そしてうちの母は彼女に物流宗のご神人を紹介して南無妙法蓮華経をお唱えしてみてください。そうすると息子はいい子になるはずですよと言ったそうです。そのようにお経けをできてマリカさんがご神人をし始めました。いろんな苦しみも悩みがあってもずっとご信心をさせていただいていました。そしてラヒル君は中学校を卒業して、高校では自分の好きなテクノロジー系を勉強しました。現在はラヒル君高校も卒業して大学に入学受験が合格して、新学期が始まるまで待っているところでございます。スリランカでは大学に入学可能になることはとても難しい合格率が大変低い試験でございます。しかしラヒル君は国立大学に入学できて、さらに素晴らしいご利益をいただいています。マリカさんはどれほど頑張ってお金を払ってラヒル君に勉強をさせようと思っても、財障があるからこそ思ったようにいかなかったと思います。そのタイミングで物流宗に出会って、息子のためにしっかりとご信心をされたからこそラヒル君の心が変わり、あそこまで嫌いだった勉強を自分が好きなものになって、大学に入学までお母さんが第一に願っていたことを、ご父様からのご利益をいただきましたと感謝いたしました。物流街道日泉商人のご指南には、新人に越した宝なし、新人に越した宝なしとお示しでございます。上行書伝のお題目の信心は一番大事のです。だからこそ家族や子供のために残しておくならば、家や車やお金や土地などよりも最も価値のあるものはご信心でございます。ですから、ご信心をさせていただく中である発頭相続という家族にご信心を紹介する、そして家族を信心に包めるに頑張って家族のためにご信心を残しておく。大事をお教えいただくご教科でございます。ゆえに、ご教科に、妻や子に、信心をさえ移りよかば、宝を残しおくというもの。本文発本書見上行書伝本人下手の南無妙